どうもこんばんは、タムジョーと申します。よろしくお願いします。やっていきましょう。はい、ということでね、隣にはもうかなり皆さん知られてると思うんですけど、ツーラップス代表の横田コーチです。イエスイエスイエス。ということで今日はしっとり始まりましたけれども、本日はですね、実はタムジョー YouTube 2年が立ったということで、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、本当にここまで来れたのはもう横田コーチがいたからといっても過言ではないと。今回の合宿も本当に参加ありがとうございます。いえいえ、もいえいえ、こちらこそです。本当に新田コーチにも言ったんですけども、新田コーチがずっとメニュー組んでくださって、日本選手権出場に向けたチャレンジをすごい応援してくださって、めっちゃ走り良くなってる。あ、本当ですか。うん、結構そのまあなんかいろいろそのプラスでジョギングとか、その体幹トレーニングやって、結構体的にはちょっと疲れてる部分あるんですけど、でもその今はまあこういう疲労が溜まる時期だと思うんで、これをしっかり合わせられればすごいいい記録が出るんじゃないかなって自分の中でもあって、なんかそういう風に横田コーチも、まあ実際に僕に言ってくださったと思うんですけど、なんかいい走りになったねって言ってくださって、すごい嬉しいですねという感じで、今日はですね、まあ2年経ったということで、実は1年前にもこういう感じで対談したの覚えてます。しかも、ね、宮古島なんですよ。その時結構明るかったんですけど、その時からもう1年経ちました。確かに早いね。早い感じで次試合は、あ、次なんですけど、まあ4月にちょっと1500出たいなと思ってるんですけど、実はその前にですね、一つ、まあ1戦目ではなく 0.5 戦目みたいな感じでちょっと出る試合がありまして、これも横田コーチからの提案だったんですけど、3月29日にザ・ミドルという大会がありまして、それも横田コーチが開催されるんですけど、 1500m の世界選手権の標準切りを目指す大会が3月29日にあるんですよね。そう、それのペースメーカーをやらせていただくことになりました。よろしくお願いします。ありがとうございます。いやメンバーすごい。え、本当ですか。もうね、結構本当にミドル MDC とか比じゃないぐらい、もう、はい、もう男子800、はい、女子 1500m、 男子 1500m、はい、あと、はい、ジュニアの 800m、 もう 4レースしかないんですよ。あ、4レースだけですか。もうメンバーすごい、はい、え、本当日本選手権決勝みたいな。本当ですか。うん、結構何名、日本トップの方が集まってくる感じですか。のペースメーカーを、僕は 800m まで、行くということで、まあ、今後そのレース自体もう世界選手権、まあ標準切るっていうよりはこの時期にそれチャレンジする、はい、ああ、なるほど、うん、その刺激、もうそのペースで1回、そう、今年はこれでいくぞっていうのをやっぱり体にみんなに覚え込ませるっていうのが目的らしいです。なるほど、はい、なんか大体のイメージだと初戦はちょっとゆったり入ってみたいな、ね、でだんだん上げていったらいいかなみたいなイメージぶち込んでいくじゃなく、もう最初からドカンといって、っていうのが今年の中距離のスタイルらしいです。あ、そうなんですね。日本の、いやー面白いなと思うんですけど、それのペーサーですか。そう、失敗したらもうペース命だよね、今大会。そうですよね。僕もペースメーカー。あ、そうなんですか。うん、ジュニアの方。あ、ジュニアの U20 の800のペースメーカーに34歳のおじさんがなるほど。あ、でも横田コーチもやられるということで、僕もちょっと仕上げてくれて、お互い仕上げていきたいですね。じゃあその3月29日の大会終わって、はい、日本選手権目指してるけど、はい、まあね、さっき走りいいなって正直思ってるんだけど、実際タム上的にはどう。いや、僕もちょっとまだ予想ができてなくて、まだ1500走ってないってのもあるんですけど、やっぱり標準も結構上がったじゃないですか、うん、で3分44秒50は正直結構、本当に運が良ければっていう感じなのかな。あと何秒ベースとか。僕今ベスト3分48秒5なんで、あ、ちょうど4秒ちょうど4秒なんですよ。その4秒って結構1500ではでかいですよ。でかいでしょ。そうですよね。でも僕結構その自分の動画でも言ってるんですけど、なんか結構僕が引っ張る展開で毎回なってたんですよ、レースが。でやっぱ引っ張る展開だとちょっと体力使っちゃって、最後の250とかで落ちちゃったりするんですよ、うん、なのでなんかついていくようなというか、結構高いレベルのレースをちょっと出てみたいなっていう思いがあるんですよね、うん、この前の選手見たら結構いい、あ、300、ね、あ、あの
飯島陸君、うん、あれはそうですね、僕的には結構落ち込んじゃって、300はまあギリできたんですけど、1600がちょっとできなくて落ち込んじゃった。ここの魚ってのは思ったんですけど、あ、そう、落ち込んでお腹痛くなっちゃった。お腹痛くなったのは撮影者だ。撮影者、すいません。いやでもそういうやっぱトップレベルの陸人君は、うん、まあ聞いたら40ギリを目指してるって言ってたんで、うん、その練習に参加できたのは、うん、すごい僕も刺激になりました、うん、まあね、今の差が分かったと思って。そうですね、40ギリの世界こんなんかっていうのは、うん、いやでもなんかすごいいい、あとだってまだ2ヶ月ぐらいかチャンス。そうですね、4月からね、5月の中旬ぐらいまでがチャンスだと思うから、うん、全然まだ伸びしろあるなと思うし、どんどん伸びてるんでめっちゃ楽しみだけど。いやー、ここから日本選手権逆に切れて、日本選手権どうしてんの？まず4月5月でその標準突破できたら、決勝行って戦える練習をちょっともっと組んで、一緒に行けたら嬉しいなと思ってて、うん、まずは切るところからなんですけど、うん、切ったら決勝は目指したいなって思ってますまだ切れてないのにそんな言うのはあれなんですけど、もうそこまで行ったらもう引退？あ、日本選手権もし出るか、YouTuber あ、YouTuber ですか、うん、何すんのじゃん、もし それできちゃったら。あー、そうですね、考えてね。いや、でもやりたいことはすごいあって、あ、はい、まあ、一応チャレンジはもしかしたらまた何かやろうかなと思ってるんですけど、うん、とりあえず日本選手権目指してやって、うん、その後はでも、ま、あれだよ、日本選手権とか出たら、はい、来年はこうしたいって思っちゃう。そうですよね、来年もう一回いや本当そうなんですよ、うん、なんかそこまでって決めてても、うん、僕去年全日本実業団もあって、うん、やっぱ1500横田コーチにやってみればって言われて、うん、やろうって思ったんで、うん、もしかしたらそこ日本選手権出たらまた変わるかもしれないんですけど、うん、今のところは、うん、なんか、まあ、1500もすごいまた今後もやりたいなと思うんですけど、うん、なんか自分の知らない世界をちょっと見たいなと思ってて、うん、なんかやっぱり横田コーチたちもトゥーラップスのメンバーは世界と戦うための練習されてるじゃないですか。で、世界に出てどれだけ活躍できるかだと思うんですけど、まあ、僕もちょっとそういう競技的な感じなのか分かんないですけど、なんか世界を見てみたいなとは思ってるんですよ。あれ、え、ちょっと走りで走りで、あ、走り、何、まあ、何の世界、いや、旅してる、旅もしたいんですけど、うん、まあ走りで、うん、そのオリンピック海外のレースを見たりとか、海外のレースを、うん、まあ見たりだとか出たりだとかしてみたくて、あ、いいじゃん、どういう雰囲気なのかなとか。トラックレースとかだってもアメリカでポチポチってやったらエントリーできる、うん、あ、そうなんですね、リクレントルとかないし、あ、そうなんですね、うん、なので、まあ、横田コーチも、うん、まあ、オリンピックとか行かれましたし、あとはアメリカに住んでたこともあってということで、うん、やっぱそこで結構なんか変わったこともあるんじゃないでしょうか。変わったこともなんか考え方とか、ああ、そういうこと、はい、日本でずっといるよりは、でも全然やっぱ日本で狭い世界で生きるよりは、はい、やっぱり視野を広げるために一回こう外出てくっていうのはやった方がいいんじゃない。そうですよね、うん、いや、イメージで言うと僕千葉県出身なんですけど、うん、千葉県しかいないみたいな感じですよね今で、沖縄とか北海道行きたいみたいなイメージですよね今、あ、僕のイメージからするとなんか、出たいじゃないですか、やっぱ彼女は、はい、なんだ、ランニングかける、はい、そのコメじゃないけど、あ、そうですね、で、っていう売りだよね。そうですね、はい、だから、はい、笑いを、なんか世界の人を笑わせてったじゃん。いや、そうです、僕やりたいのがあって、うん、せっかくやっぱここに QR コードがあって、うん、一日そのドイツのどっかとか立って、イエイエイ YouTube イエってやりたいんですよ。で、何人増えるかみたいな感じでこれ生かしていきたいんですよね、この T シャツを、うん、なので世界の文字で書いておけば、ああ、いろんなね、はい、いろんなバージョンをちょっと作って、ちょっとそれで広めていきたいなと思ってるんです、うん、はい、それが次の次の挑戦が世界でこの名前変えるってこと、うん、割とすぐ叶いそういろんなチームに突撃しに、あ、そうですね、今はトゥラップさんとかだけだと思うんですけど、世界のなんかチームとかに走って、うん、感じとか結構面白そうだなと思って、うん、そ
そういうなんか違う形、世界選手権とかではないんですけど、うん、その違う形でなんか世界をもう陸上を身近にする役、うん、あるね、あそうですね、日本となんかつなげたりしたいですね、いろいろ、そしたら幅も広がるかなって。じゃあまずインドのグランドあ、インドのグランドキャニオンで、アイアンタムジョーエブリデイ。でもなんかこういろんな経験をして、タムジョーもなんかそのなんかこの先何やるか正直わかんないじゃん。そうっすね。でもなんかこう引き出しは絶対増やしておくと。ああ確かに。そういう意味でその海外に行くとかはすごいいい経験になるんじゃない。いやそうっすね、うん、なんかそう行った先で見える世界っていうのは必ずあるから。そうっすね、行かないと見えない。いや本当そうですよ、うん、ね、駅伝ニュースの西本さんいらっしゃるじゃん。ああはい。になんかこの前相談した時に悩んでて、これああはい、いや不本意なところにこそ道が開けるんだよって言ってくださって。おだからなんかこう自分がいやこれ違うかもしんないなとかいうところにこそなんか新しい自分が待ってたりとか新しい挑戦が待ってたりするっておっしゃってて、でも確かに自分の多分タム上も多分思ってたのと違うし、いきなり多分コロナになったりとか、ね、多分やりたいこと全然違かったと思うけど、でもその中でチャレンジしたら新しい世界が見えたりとかしてて、はい、で俺らももともとナイキ東京 PC っていうチームで、いつかオレゴンプロジェクトとかバーマンみたいにすげえチームにしてやろうって思ってたけど、でそれがうまくいかなくなって、どうしようってなった時に今みたいにこういろんなスポンサー、それぞれ選手がスポンサーつけてとか、自分たちで大会もやってとか、はい、なんか新しいチームその 100% 何かに依存するんじゃなくて、その新しいその自分たちで大会もやって普及もやって強化もやってっていう形が出来上がってきて、でもそれはまあ不本意を与えられたから見えた世界だなと思ってるから、でもそれは多分チャレンジ、その中でチャレンジすることが大事だと思うから、でタムジョンもやっぱでもチャレンジ仕切ってそうに見えて、まだまだやることたくさんあると思って、そうっすね、うん、まだ考えてることは結構あって、日本選手権もそうなんですけど、もっとまだいろいろちょっとやりたいこともあって、うん、それをどんどん一つ一つ叶えていきたいなと思ってて、その叶える段階でまたいろんな出会いとか経験ができるかなと思うんで、うん、それがすごい楽しみです。でもどんな経験したとしても見捨てないでくださいね。でも見捨てるようなことしようとしてんの？いや、してないです。それは全然そんなことはないです。タムジョー YouTube のことは嫌いなんです。あ、撮影者がいるんで。ああ、僕はタムジョーのことは嫌いになってもタムジョー YouTube は嫌いなんです。ああ、なるほど。じゃあ撮影者はずっと一緒にやります。はい、ニーヤも今日来て、あ、なんか、うん、もうあの人が喋ってると安心するんですよ。本当ですか？僕も横田コーチが競技場行って、うん、こう来るじゃないですか、うん、そしたら一番最初にそのクスさんとかみんなから、うん、あれ撮影者さんはみたいに言われるんですよ、うん、あ、まあ後で来ますよって言ったら、うん、あーそっかって言ってなんか落ち込んでるんですよ。撮影者人気がすごいですね。そう、いやそんな2ラップスみんな撮影者ファン。そうっすよね、うん、今年も勝負しようぜ。あ、700ぐらい。700? 100短くないですか？いやちょっと今のタムジョンに勝てる気しないよ俺。いやでもめっちゃ早いですよ横田コーチ。700。それかなんかチームになりませんか次。チーム、あ、チーム戦、チーム戦で誰か戦うみたいな感じで、うん、なんかでもどういうのが見たいかとかさ、今からその MDC とか企画できるから、そして今結構準備してるんで、それこそでもコメント欄とかにこういう勝負みたいな。そうですね、さっき横田コーチ言ってたように期待裏切るような、うん、なんかやつやりたいんで、次はチームかみたいなのも面白いし、うん、チームだよって言っててやっぱ戦うみたいなのも面白いと思う。何が燃えるんだろうね。そうっすね。でもそれこそその YouTuber と引退したアスリートでお客さんが呼べるなんて多分2年前誰も思ってなかったと思う。俺らでも多分俺ら見たいってお客さん多分ね数百人はいたと思う。それってでもすごいことだなと思ってて。そうですよね、うん、だってそれって1分51だけど、はい、見たいって思われないと、でも競技の面白さってなんか伝えられないというか、それができたってことが、これは僕はなんかもっと評価されてもいい、俺は。僕もいいんですか？うん、またなんか盛り上げられたら盛り上げたいですね、うん、でもやっぱ真剣勝負って面白いんだかなって、あの時はもう本当燃えますよ ねその良さっていうのができる限り伝えていきたいなっていうのはやっぱあるよね。そうそう、ファンランもいいけど
はい、真剣勝負の面白さで、はい、いや本当ありがとうございました。ありがとうございました。また3年目もちょっといろいろお世話になるかと思うんですけど、いやこちらこそ、いろんな新しいチャレンジをお互いしていけたら嬉しいです。はい、はい、ま、広報部長よろしくお願いします。あ、わかりました。ということでまたよろしくお願いします。はい、はい、ということで本日は横田コーチの対談でした。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。次回もよろしく、バイビー。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。